ジェイこの世のすべて存在はみならかであるといつも心に感じること仏教の中で密教と言われる宗派があります日本の仏教では弘法大師空海が高野山に開いた真言宗と伝行大師最長が比叡山に開いた天台宗を密教と呼びますそしてチベットのラマ教もチベット密教と呼ばれています密教とは 秘密仏教の意味で、常人では理解しがたい奥の深い秘蔵された教えとされています。昔は、密教を学ぶためには、ありえではダメで、この世と関係を断ち切って出家して修行する必要があるとされていました。このため、以前は、我々のような俗世間の人間が、密教に教理に近づくことは困難でしたが、最近は、 密教経典の解説書も出回り一般の人間が密教の教えについて知ることができるようになりました密教経典の中でリオモムキ刑という経典がありますこのリオモムキ刑は真言宗の代表的経典ですがその内容は要約すればこの世のすべての存在の本質は清らかであるという教えです密教の目的は作新成仏です その意味はこの世に生きたままで「ふつ」という究極の存在に到達することです。ですからこの世の存在が全て清らかで美しく輝いていると心に感じられるようになればその境地は生きたまま「仏の心境に到達したことになります。この世のすべての存在がみんな清らかで輝いていると実感を持って感じられるようになるためには 長い厳しい修行が必要とされますしかしその第一歩はすべてのものの本質は清らかであるという実感を持とうと努力することから始まるのです。こう言うとこの世には醜く汚れたことも多い死病気や不幸もある。どのように考えてもこの世のすべては清らかであるなどとは感じられないという反論が出そうです。しかし 物の見方を変えれば物の見え方も変わってくるのです。すべての既成概念を拭い去り、差別をなくした心で物事を見れば、この世のすべてが美しく輝いている姿がだんだん見えてくるようになります。日本神道や主験道には六根正浄の大祓いという経典があり、非常に興味のあることが述べられています。主験道とは 山中でで修行すする密教の一派です原文はやや難解なので、意訳してみます。テンるル大神が言われた、人間は、天の下の神のごとき存在である。このような存在であるから、人間というものは、いつも静かで安定した幸福な状態であるべきである。心こそが神と呼ばれる存在の本質であるから、心を痛めることがないようにするべきである。 このゆえに、目にもろもろの不情さまざまな汚れた事柄を見ても心にもろもろの不情を見ないようにしなさい。耳にもろもろの不情を聞いても心にもろもろの不情を聞かないようにしなさい。鼻にもろもろの不情を嗅いでも心にもろもろの不情を嗅がないようにしなさい。口にもろもろの不情を言っても心に 諸々の浮上を言わないよ身にしなさい身に諸々の不上を触れても心に諸々の不上を触れないようにしなさい意識でも々の不上を思っても心に諸々の不上を思わないようにしなさいここに清く潔い言葉があるすべての存在の本質は姿や形として現れており清らかで決して汚れることなどないものである 例えて説明すると花が咲いて好みがなるようになものである。人間を形成している6つのねすなわち6種類の構成要素目耳鼻口耳は完全に清らかな存在である六根清浄このように六根が正常であれば人間の体の中の5つの内臓の働きも健康な状態となる。 人間の体の中の五つの内臓の働きが健康な状態であれば、人は天地の神と同じような存在となることができる。人は天地の神と同じような存在であるから、人は宇宙を成立させている根源的なエルネルギーとも同じような存在であると言える。人は、 宇宙を成立させている根源的なエルネルギーと同じような存在であるから人はどんなことを願っても必ずその思い通りに成就するのであるこれが宇宙の根本原理である謹んで心に深く刻み込んで敬いなさいここで言う心とは現代人が心と言っている存在とは意味がやや違い 心理学で言う深層心理ないし、仏教で言うおもねよりゆきやしのような存在を指しています。この日本神道の六根正浄の大祓いは、難しい言葉の羅列のように聞こえますが、ようやくすれば、心は、真剣に願えば何事でも成就してしまう力を持っていると、高らかに宣言しているのです。本当に、心は力を持っているのでしょうか昔は、 一年岩をも通すという言葉があり精神力さえあれば何でも実現できると考えられていました現代科学では心に何かを持ってもそれが物理的な力に変わるなどということは絶対にないと否定されますしかしそれは現代科学の見解が間違っていて目に見えない現象を説明できないだけなのです実際には心は 驚くべき力を秘めているのです心が力を持っているということについて次章で解説します